時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、オメガ、シーマスター、バンパー式ハーフローター、CAL354 搭載。1940年代から1950年代にかけて製造された、オメガの自動巻きムーブメント、独特な構造の半回転、ハーフローター式、CAL354 を搭載。初期に見られた自動巻きのハーフロータータイプで、当時の高級機に多く採用された、スワンネック環球針が装備されています。文字盤は焼けたアンティークダイヤル。2本目は、オメガ、シーマスター、バンパー式ハーフローター、CAL344 搭載。50年代に多く見られたくさび型、アラビア文字のコンビインデックスに、夜光付きのドルフィンハンドの組み合わせ。6時1にスモールセコンドが配された、唯一無二の風貌です。裏蓋はスクリューバックです。傷や経年変色等は、世代を超えて、それぞれのオーナーと共に生きてきた、この時計の力強さの証。3本目は、オメガ 14KYG 金無垢バンパー式ハーフローター CAL344 搭載。6時1にスモールセコンドを備えた上品な風貌です。14KYG ケースはラウンド型。計 32mm の程よいサイズや高級感のあるファンシーラグなどアンティーク時計の雰囲気が楽しめます。振るとコロンコロンと音のするハーフローターの振動が心地よく、使うほどに愛着が湧いてきます。4本目は、オメガ、バンパー式ハーフローター、CAL332 搭載。オメガ初のオートマチックムーブメントである CAL330 の改良版として、1949年に登場した、スモセコ仕様モデルです。40年代後期の 30mm キャリバーと変わらないデザインで、人気があり、腕につけていると、このローターが、左右にコツンコツンと振り子運動しているのが体感できるアンティーク時計です。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。